大変長らくメットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、この一戦をお送りいたします。ライオンズの先発は右の高橋光成、対するイーグルスの先発はエースの則本、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。ライオンズピッチャーを交代します。高橋光成降板、マウンド上は與座、今日2人目のピッチャーとして登板です。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9見送ってストライク、投球これから2球目、アウトコース低めいっぱいストライク、軽く追い込んでまいりました。高速シンカーはボール、外角へ第4球を投げた、打ちました。山田交代、取ってこれで3アウトチェンジ。ライオンズファンのね、8回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。トップバッターは岡島、直球決まってストライク、まずは決めてきました。投げた、内角低めいっぱいストライク、第3球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振、與座3球で仕留めてみせました。ボール投げました、外角低めいっぱいストライク、投げました、3球目空振り。さあ4球目、打ちました、センター方向に持っていきました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番ディクソン、第9投げました、外角低め見送ってストライク、まずは入れてきました、決まった、ストライク、もう追い込んでいます。投げました、1球外した、ボール、第4球は外角低め見逃し三振、與座最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって3対3です。ライオンズ1点差で逃げ切りました。ご覧の通り埼玉西武ライオンズの勝利です。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。